こんにちは、エッセイメンタルトレーナーのチライです。今回のテーマは、並木義和さんもおっしゃっている変わりたいあなたがテーマになっています。私の体験も織り込んでお話ししたいと思います。この動画を見ていただくと、なかなか変わらなかった人でも自分を見つめて、いらないものを脱ぎ捨てられると思います。2020年冬至を迎えて、皆さんはどのようにお過ごしですか？これからの時代から新しい時代、風の時代に入っていこうとしています。古くなった考え方や必要のないものだと分かっていても捨てられないあなた、自分の素晴らしい変化のために見つめ直してください。そのために何度となく言っていますが、断捨離が必要になってきます。あなたは断捨離をして準備万端になりましたか？並木義和さんもおっしゃっていますが、たとえ準備ができていなくても、そのことに後悔している場合ではありません。そのことで嘆いて前に進めないのはいけませんね。今からでも遅くはありません。あなたのしたいところに目を向けてください。冬至の時に自分の未来を決めておくと劇的に変化すると言われています。見えない次元の門が開くのです。今まで経験しなかった変化をあなたは体感することになります。その内容が良い方に向く方がいいですよね。そのために自分がどの方向に向くのか明確にすることが大切です。そしていらないものは全て排除する必要があります。心の中を整理していかないと、何をしたいのかわからなくなってきます。実際にあなたが何をしたいのかわからない人も多いと思います。まずはあなたの心を身軽にしてくださいね。あなたはどんな人生を生きたいのか、そのストーリーを決めてください。そうすることで、この冬至から未来にかけて大きく動き出します。今までの自分から未来の自分へ、良い方向に変わりたいあなたがチャンスを迎えているのです。そのチャンスがすぐわかるように、いろいろな情報を受け取る必要があります。自分の心が決まっていないと、どの情報が自分に必要であるかわからない時もあります。この世の中は情報だらけですから、間違った情報を受け取らないためにも、今までの自分を脱ぎ捨てる必要があります。それから物の断捨離や人の断捨離、すべていらないものを脱ぎ捨ててください。そうするとあなたは来年から劇的に飛躍していきます。そのためにも、どのように飛躍したいのか明確にする必要があります。今まで考えられなかったことに挑戦することにもなるでしょう。そうするためにも、どうしたいのか明確にする必要があります。明確にすることで未来のあなたとリンクするのです。あなたが変化を求めるなら、今までの不安や後悔を手放す必要があります。それは本当に過去のことなのです。これからの未来に対して、その不安や後悔は全く役に立ちません。もっともっと先を見てください。過去から現在未来へと続いているようですが、実は今のこの意識の連続が未来を作り上げています。過去はどうあれ、今変化をできたら未来は簡単に変わるのです。あなたの望む世界はどのようなものですか？それを本当に明確にしてください。そこからあなたの未来や希望を叶えられるのです。立ち止まっている感じがしたとしても、その立ち止まることにも意味があるかもしれません。止まってしまうのも意味があるのではないでしょうか。なかなか自分の力では止まれなかったことも、強制的にストップをかけられるのです。いろいろな形で未来は来ますが、進んでいる未来や止まっている未来があったとしても、あなたの願いを叶えるために起こっていることです。すべては計算された出来事なのです。あなたの願う未来に向かってゆっくりと歩んでいることを意識してください。あなたは人生を楽しむことが大切なのです。
あなたの感情をよく見てくださいね。あなたは楽しいですか？あなたはワクワクしていますか？それだけでいいのです。特別な努力など必要ありません。できないことがたくさんあってもいいのです。あなたの心に忠実であれば必ず願いが叶います。楽しむためにいらないものを抜き捨てて、どん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 変化してください。変化は簡単に起こってきます。あなたのしたいことを明確にするだけで起こってくるのです。その波にただ乗るだけでいいのです。訓練という意味では自分の心に従うことです。今まで人の言いなりになってきた人生を生きている人には難しいかもしれません。こんなに自分のしたいことをしてもいいの？と思うでしょう。好きなことをしていてこんなに幸せになるなんて思いもしないでしょう。でも宇宙の力を使えばそれが可能なのです。あなたの想像できない形で来るでしょう。あなただけでその願いを叶えているわけではありません。宇宙の大きな力が存在しているのです。今すぐその力を知る必要はありませんが、でもあなた自身が自分の目標や夢を明確にする必要があるのです。それが発信された時に宇宙の力がサポートしてきます。しっかりと宇宙にオーダーしてください。遠慮など必要ありません。もうすでにその準備はできているのです。あとはあなた自身が変わるだけです。さあ何をお望みですか？しっかりとオーダーしましょう。あなたの望みを明確にすれば願いが叶うのです。明確になるようにあなたが変化してください。あなたの抱えている悩みを捨てて新しい道へ進んでください。ここで高次元のメッセージを下ろしてきます。変化することは少々難しいことだ。今までは変化をすることを拒んできたからだ。あなたの周りに自由自在に生きている人が現れて、少しずつあなたも自由に生きることを学ぶのだ。なぜ自由に生きられているのか、あなたに見せてあげよう。私たちを信じなさい。とメッセージが来ました。本日の動画はいかがでしたか？この動画が皆さんに少しでもお役に立てれば幸いです。SA メンタルトレーナー、チライでした。